フレディ・スペンサー、フレデリック、フレディ・バーデット・スペンサー、フレデリック、フレディ・バーデット・スペンサー、1961年12月20日隊は、アメリカ合衆国ルイジアナ州出身の元モーターサイクルレーシングジャー。1983年には、ロードレース世界選手権、WGP500cc クラスで、史上最年少チャンピオン。1985年には、同じく、 WGP の 500cc、250cc 量、クラスでシリーズチャンピオンを獲得した。幼年期からダートトラックレースなどに親しみ、1978年に本格的に二輪、ロードレースへの参戦を開始。元グッズ、ヤマハ、川崎などのライダーを経て1980年に US ホンダと契約。アメリカ国内のレースで大活躍した。この年には、 鈴鹿8時間対9ロードレースにも、ホンダのワークスマシンで出場している。同じ年、ベルギー GP にて、オートバイレースの最高峰、世界グランプリ 500cc クラスに、スポット参戦し、グランプリデビューも果たす。この時のミマシンは、ヤマハの TZ500。には、ホンダ NR500 で、イギリス GP に、スポット参戦。予選10位。 決勝でも果敢な走りで5位まで上がって、リタイアと鮮烈な印象を残し、NR500 の世界 GP における最高成績を記録した。ホンダワークスから世界 GP へのフル参戦を開始。同年からホンダは NR5004 ストロークエンジンに変え、2ストローク3気筒エンジン搭載の新型マシン NS500 を実戦投入しており、 スペンサーはこの車両を買って、同年のスペイン GP で初の PP を獲得し、ベルディ GP で世界グランプリ初勝利を遂げる。その後も1勝を挙げ、ランキング3位を獲得する。2は、ヤマハのケニー・ロバーツと年間12戦のうち6勝ずつ分け合う激しい戦いを展開。最終第12戦3リの GP ではケニーが優勝して、 対戦成績を5分に戻したが、獲得ポイントはスペンサーが2ポイント上回っており、500cc クラスのチャンピオンを獲得することになった。この時点でスペンサーは21歳8ヶ月であり、2マルクマルケスに破られるまで、ロードレース世界選手権の最高峰クラスにおける、シーズン制覇の最年少記録であった。からホンダは、V 型四気筒エンジン搭載の n s r 五百を、 投入したが、車両の独創的レイアウトの影響によるトラブルが多く、スペンサーはシーズン5勝を挙げるもランキングは4位にとどまり、エディローソン、ヤマハにシーズンタイトルを奪われた。ちなみにスペンサーはこの年、NSR500 と NS500 をコースによって使い分けていた。シーズンは前年の成績を挽回すべく、WGP500cc、250cc の 両クラスにダブルエントリー。500cc クラスでは、全12戦中11戦に出走し7勝をマーク。250cc クラスでは、全12戦中10戦に出走しやはり7勝を収め。両、クラスとも最終戦を待たずして年間チャンピオンを確定。70年代以前には、同1年に複数のタイトルを獲得する例も多く見られたが、世界 GP における、 W タイトルはこの年のスペンサーが現在までのところ最後の記録である。また、500cc と 250cc の W タイトルは世界 GP 史上スペンサーのみである。なお90年代後半にダブルエントリーが認められなくなったため、この記録を破ることは現在不可能。シーズンオフには肉体改造を試み欲の開幕戦、スペイン GP に登場。 予選では、ポールポジションを獲得し、決勝レースもスタートからトップを独走した。しかしスペンサーはレース中に右腕に故障を発症して、ピットインし、そのままリタイア。以後のレースでもリタイアが多く、スペンサーはシーズン途中で戦線を離脱し、結局1986年は、獲得ポイントなしであった。復活をかけた、レートナのスーパーバイクレースにおいて、 VFR750 を仮予選最速タイムを叩き出すが、前走者の点灯に乗り上げてしまい点灯骨折、本戦には進めなかった。世界 GP の開幕戦、鈴鹿、日本 GP では予選初日の第一回目セッションを募集しただけで、手首の状態が良くないことを理由にエントリーを取り消し、スペンサーがレースに戻ったのはシーズン中盤戦以降であった。 ポイント獲得は、スウェーデン GP での7位、完走、4ポイント獲得の1回のみであり、ランキングは 500cc クラス20位であった。2はスペンサーに対する、ロスマンズのスポンサードが復活し、世界 GP にフル参戦する予定だったが、オーストラリアでの開幕前テスト走行でやはり、右手首の腱鞘炎の痛みが消えていないことが、確認さ、3月16日に、 現役引退を発表。開幕戦、日本 GP の会場である鈴鹿サーキットをゼッケン19をつけたロスマンズカラーの最新型 NSR500 で一周、ゆっくりと手を振りながら引退記念走行を行った。約1年後、スペンサーは手首の手術を行った結果、状態はほぼ万全に近くなったとして引退を撤回。2番、 ジャコモ・アゴスチーに率いるマールボロ・ヤマハチームに加入し、ユーザー500で世界 GP に参戦した。しかし思わしい結果は出なかったため、シーズン途中でチームを去ることになった。帰国後には背中の手術もしている。当時、フレティの腕の不調の原因は、シロロ病、と言われていた。1990年のデートナでは、VFR750R で、スポット参戦。 翌1991年、1992年と a m a スーパーバイク前線に参戦し1991年に1勝、1992年に1勝を挙げた。1992年のホンダの勝利は彼だけだった。1992年には日本の鈴鹿8体にミスタードーナツホンダ RVF で参戦。最新ワークスマシンではなかったにもかかわらず、 予選3位と驚異的なタイムを記録、決勝は点灯を喫しながらも4位で完走した。その後、かつてのパートナーだったアーブカネモとの協力で南アフリカ GP の数日後にキャラミで NSR をテストする機会を与えられ、ここでも好タイムをマークした。1993年にはヤマハモーターフランスチームから 世界 GP500cc に参戦するも、やはり好結果を残すことはできず、同年をもって、世界 GP からは、完全に引退した。1995年に、AMA スーパーバイクレースに、ルカティから参戦し、ラグノセカで優勝。1996年に2度目の引退を発表し、以降はレースへの参戦はない。近況では、アメリカのラスベガスで、 バイクのライディングスクールを経営していたが、世界不況の煽りを受け現在は休業している。2008年には、鈴鹿8時間耐久レースの特別イベントとして、かつて1985年に WGP チャンピオンを取ったマシン NSR500 でデモラン走行を行い8体に来た監修を大いに沸かせた。 スペンサーが直接開発に携わった1984年から1986年型、NSR500 は当初ワークス系チーム内でもスペンサーにのみ与えられており、フレディスペシャルと呼ばれた。なお、シーズンはチームメイトのワインガードナーも NSR500 でレースに出走。以後は NSR500 がワークスライダーとサテライトチームに供給されている。 バイクを長い手足、身長 178cm の下で自在に操り、コーナー終盤の立ち上がり加速を重視するライディングスタイルが特徴とされる。ファーストラップから驚異的なタイムでライバルを引き離し、2位以下に大差をつけての独走優勝というレース展開が多かった。アメリカ国内で走っていた時代には、すでに第1周回から圧倒的なラップタイムで他を、 引き離す走りで知られており、ファスト、速いフレディ、ファーストフレディと呼ばれた。スペンサーの走法は、キャンバーアングル、バンク角の変化によるマシンの向き換えが異様に鋭く、ダートトラックレースの走法である、パワースライドを用いて、両輪差を駆使し、低上円旋回している時間が極端に短いのが特徴だった。また他のライダーに比して、高回転域まで使用することでも知られた。 のフレディオのことを、片山高潤と片山のチーフメカニック杉原、慎一は次のように語っている。フレディの膝の動きはバランサーだ。別に路面がデコボコしているわけじゃないのによく動く。バランサーだな、片山高潤。フレディは、割と滑っても平気だよ。よく感知できないっていうか。え。滑ってたのって、感じだ、杉原慎一。また、片山は、 フレディが自己流なライディングをしていると言われていることに対してフレディはタイヤが滑っていることはよくわかっているよ。ちゃんとコントロールしているんだよね。片山隆沈と話している。アメリカ時代から日本の荒いヘルメットを愛用しており、レプリカモデルのヘルメットがファンの人気を集めた。このデザインはもともと US ホンダのオリジナルであったがスペンサーはそのヘルメットのまま世界 GP に出場し有名になったためスペンサーレプリカとして世に広まったオリジナルは白地に頭頂部が赤青ラインのトリコロールであるが1985年からの白地に頭頂部がコン赤ラインのロスマンズカラー1989年山廃石時の白地に頭頂部が赤黒ラインのマルボロカラーなどがある 2015年現在でも南海部品が最新モデルの膨大を同デザインに塗装したモデルを範疇である。宗教上の理由から飲酒喫煙はせずカフェインの摂取も忌避していたがドクター・ペッパーを愛飲していた。前世紀である1985年シーズンにはヨーロッパ各国をめぐる世界 GP に美しい婚約者サリジョベール1985年の ミス・インターナショナルの順、ミスがずっと帯同していた。後、婚約解消。フレディは経験な、モルモン教徒である。シーズン半ばにある雑誌のインタビューに次のように語っている。僕の走り自体は神にすべてコントロールされている。僕は神に守られているのだ。そこには恐怖心など何もない。ただ、ひたすら神を信じて走ればいいだけのことなのだ。フレディ・スペンサー。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。